オーストラリアアデレード、南アフリカから始まった長い F1 サーカス結びの地である。1年間戦ってきたフォーミュラ1ドライバー全員揃っての記念撮影。 F1 を去る人、まだわからない人、敵も味方も好きなやつも嫌いなやつも一緒。1人遅れて品種を買うクリスチャン。アグリはベートとガショーと戯れる。 F1 大学1年のターム終了。若い顔が随分増えた。時代は変わりつつあるのだ。そして一人の人物が F1 から引退する。グッドイヤーレーシングディレクターリー・ゴーグ氏、68歳、元アメリカ海軍の戦闘機パイロット。常にグッドイヤーを代表し F1 に積極的な意見を述べてきた。Well, I think I'll get over it all right. No problem. I got enough things I can do. この一戦がいよいよ最後となったホンダに対し、同じ日本のエンジンコンストラクターヤマハから記念の盾が贈られた。二輪では常にライバルだった両者だが仲良く握手。どうもいろいろお疲れ様でした。どうもありがとうございます。来年も頑張ってください。はい、ありがとうございます。そこそこに。さまざまな思いを胸に最終戦が始まっていく。アデレード市街地コースは曇り。去年は激しい雨で中断されたが、今年はなんとかレース中は持ちそうだ。シーズン最多14回目のポールポジション獲得、ナイジェル・マンセル何を思う。ワールドチャンピオン6回70勝してきたホンダエンジン最後の日、セナは71勝目をプレゼントできるか。予選2位からのスタート。熱い友情とレース魂で結ばれた人々が最後の仕事に打ち込む。マクラーレンの人々もホンダの最後を称える。これが終われば彼らは普通のサラリーマンに戻る。ベルガー予選4位、彼もまた3年の月日をホンダと共に過ごしフェラーリへ移る。パトレーゼ予選3位、来年はベネトンで早く強いマシン開発に当たるだろう。もうこのシャツやホンダのロゴ、懐かしい人々の顔が来年のサーキットで見られなくなる。 F1 という乗り物をここまで進化させてきた人々、ここまで乗りこなしてきた人々、その勇気と人間の英知。92年ファイナルレース、今レッドシグナル、そしてグリーンです。スタートはどうか、マンセルか、セナか。マンセルいいスタートを切った。シューマッハ好スタート、シューマッハ好スタート。マンセルがまず1コーナーを制しました。そしてセナはパトレーゼ、シューマッハ4番手上げています。ベルガー遅れました。おっと、後方でクラッシュ、後方でクラッシュ、最初の1コーナーで後方でクラッシュしています。まず第1コーナーはマンセルが取った。後方ではクラッシュ、マルティニがマシンを降りた。中段13位のオリビエ・グルイヤールがスピン、立て直してマルティニを狙撃。ハーバートのウィングを踏んづけてからグルイヤールコースアウト。ハーバートは大迷惑を被る。この混乱で完走率最高のアルボレートも誰かに追突されサスペンションを降りクラッシュ。今年2度目のリタイアであった。スタート直後から激しいトップ争い。セナはマンセルを執拗にマークした。ホンダの最後を飾りたい。セナはその一心で行く。さあ、さあセナがインを早くも刺しました。早くもセナがインを刺す。マンセル差し返した。ハイテクのゴング FW14B 最終バージョン対コンベンショナルなパッシブサスプラスホンダ最終バージョンの戦い。ホンダは F1 を近代化した。そして今超ハイテクマシンとやり合う。ベルガー4位、パトレーゼに迫っていく。パトレーゼとベルガー、鈴鹿1位2位の接近戦。ブラバムストレートの終わり、アデレードヘアピン。ベルガーインを取る。パトレーゼ締めた。2人の勝負はポルトガルの時と同じように延々と続くのである。アクシデントは相次ぐ。グージェルミン、アルボレートの残骸を踏み、ブレーキホースに穴。
止まらない。そしてレースは思わぬ方向へ進んでいった。19周目、セナは一気にマンセルとの間合いを詰め、いつでも抜く体勢にある。そして迎えた最終コーナー、なんという因縁か、2年連続チャンピオン争いを演じ、来季のシートを奪い合い、共に敗れた2人が追突クラッシュ。大事に行きたかったホンダスタッフ声なし。セナはマンセルに歩み寄り、最後の握手をしようとした。しかしマンセルは憤慨している。セナが故意にぶつけたと信じきり、コントロールタワーに向かって走り出す。離れ離れの2人、92年ワールドチャンピオン、3度のワールドチャンピオン、気まずくアデレードの芝生を歩く。セナはマンセルのブレーキが速すぎたと思っている。マンセルはセナがわざとぶつけたという。両者の主張は平行線である。ともかく2人の92年はこれで終わった。セナはホンダの最後に花を飾ることはできなかった。そして今年いっぱいで去っていくであろうマクラーレンのガレージに無言で入っていく。マンセルも今季実証の夢が消え、これ以上プレステージを上げることはできない。失望感いっぱいの表情で去っていく。これでパトレーゼとベルガーが一気に首位争いということになった。21周目、後期だと見たベルガーがストレートエンドで一気に勝負、アウトからいった。しかしオーバーラン、パトレーゼ再びトップ。ベルガーはせっかく詰めたのにまた離されてしまった。E poi Nigel e io non siamo mai andati molto d'accordo, perciò sembrava il modo giusto di finire tutti e due, perciò volevo veramente solo salutare lui lì perché lui ha finito un campionato bello, ha vinto un campionato del mondo. 審査委員会も単なる事故として抗議受け付けず。片山右京は最後尾26位からスタートし、17位まで順位を上げていたが、35周デファレンシャルのトラブルでリタイア。最終戦は不完全燃焼で終わった。右京は93年このフランスのチームを離れ、ティレルで走ることになった。鈴木アグリは今年ノーポイント、スペイングランプリの7位が最高位だ。アデレードでは13位、10位と次第に順位を上げ、7位まで上がってきていた。ポイント獲得のチャンス。しかしブレーキトラブルで8位に終わるのであった。ミカ・ハッキネンは7位、今年はフランスで4位、表彰台にあと一歩まで迫った。チームは上向いてきているが、最後にトラブルが出る。それが克服された時、いよいよハッキネンの時代が来る。パトレーゼの首位は未だ変わっていない。ベルガーはタイヤ交換し4秒後方にいる。今季2勝目は少しずつ現実のものとなる。しかし異変が起こった。パトレーゼのコックピットの警告灯が突然全て点灯した。あっと、パトレーゼがスローダウン、パトレーゼスローダウン、パトレーゼがスローダウンです。どうしたんでしょうか。バッタリと止まった。エンジンもアクティブサスの油圧も。チームマネージャーのピーター・ウィンザーもあっけなく今シーズンの仕事を終わる。コンピューターカーが最後の最後にコンピュータートラブルで止まった。パトレーゼ5年間のウィリアムズでの生活にピリオドを打つ。ゲルハルト・ベルガートップに躍り出た。2位は後方ミハイル・シューマッハである。ここからシューマッハの若さあふれる追い上げが始まっていく。ベネトンも燃費やラップタイムの計算をじっくりと始め、なんとか今年2度目の優勝を期待した。ホンダ陣営は悩んだ。ベルガーはレスダウンフォース、コーナーではアクセルを多用し燃費が悪化傾向にある。今保っているリードを減らしてでも少しペースを下げ、シューマッハの追い上げの誘惑に乗らないこと。セナもベルガーを応援。さらにベルガーのラジエーターには
誰かの捨てたバイザーが張り付いている。水温は上昇、オーバーヒートが気になる。さあなんとか、大丈夫、勝てる。ファイナルラップに入った。シューマッハが迫るが抜かれることはない。ゲルハルトがきっと勝つ。さあベルガーのマシンを捉えました。まもなく最終コーナーであります。これが最終コーナーです。シューマッハ追い上げています。しかし先頭はゲルハルト・ベルガーであります。差が詰まっていますが、今先頭がチェッカーを受けました。ホンダラストラン通算71勝。スタッフが肩を組み合う。この10年の終わりの日、最後に勝てて本当に良かった。ホンダ出身マクラーレン後藤さんも嬉しい。大変辛いレースだったですけども、今まで一番嬉しいですね。きつい最終戦だった。ベルガーが一発見舞った。優勝ゲルハルト・ベルガー、2位ミハイル・シューマッハ、3位マーティン・ブランドル。再び爽やかなポディウム。ホンダの旗揺れる。1992年 F1 ワールドチャンピオンシップはここに全て終了した。ワールドチャンピオンナイジェル・マンセル、2位リカルド・パトレーゼ、3位ミハイル・シューマッハ。コンストラクターズチャンピオンウィリアムズ・ルノー、2位マクラーレン・ホンダ、3位ベネトン・フォード。おそらくはここ10年で一番の最高傑作といわれる F1 カー、ウィリアムズ FW14B ルノー。これを作り、これを走らせた男たち、その努力は実った。 The engineering side and developing the cars is more interesting than ever and more of a challenge than ever. It's really quite different than 15 years ago though, because 15 years ago there was me and maybe one other person.泣いた、笑った、徹夜した、叱られた、作った、壊れた、走った、勝った。 Here again at 6 o'clock in the morning